どうもお疲れ様です。なんかね、私の熟成さんにね、パイロットがいるんですよ。まあ今でも動画見てくれてるかどうかわかんないですけども、これ数年前にね、よくその方の例を出したんですけども、その方は、あの、パイロットですから、まあ飛行機をね、こう離陸させて飛び立つと、まあ当然ですけども、あ,あちょっと帰りますわとかね、ちょっとスマホやってきますわってわけにいかないじゃないですか。 だから家族にはね、お別れを言ってるそうなんですよ。なんかその、教育カリキュラムの中にあるそうですけどね。うん、まあ、これから離陸しますっていうふうに放送する中で、まあ、父、既得、すぐ帰れって連絡があってもね、その飛行機を誰かに代わってもらって降りるわけにいかないわけですよ。まあ、そうなると、飛び立って、フライトで海外にも行きますしね、それからしばらく仕事をして、また日本に帰ってくるまでに、 34日から長い時には12週間かかるらしいですよね、まあ、だからあの今帰れば間に合うっていう時にも,も自分の背中には数百人のお客さんが乗っていてその人も急いでるとでその仕事に就いた時に全てを覚悟してその職に就いたわけだからあのやっぱりね自分の家族とかはも後回しだそうですね と同じようなことがコント赤信号の渡辺さんっていうリーダーがいらっしゃいましたよね最近テレビに出てなくてもかなりのご高齢になってると思いますけどもコント赤信号の渡辺さんが細木和子さんの番組になんか生出演かなんかしたそうですねでその時に番組の中で細木和子さんがね、あのー、渡辺さんにお話しするシーンがあるんですよ その前に渡辺さんですからコーラの一気飲みしてみんなを沸かせて楽しましてね笑わせるんですよねで穂月和子さんとのインタビューでもものすごく面白おかしくやって、えー、いろんな人にね笑ってもらったとでそこでもうお客さんとかテレビの視聴者さんはわあなんかまたいつものバカなことやってるよこの人はみたいにねすごくウケるわけなんですけども細木和子はねずっと黙って聞いていながらあの渡辺さんに言うんですよ 皆さん、ね、今この方のお母さん数分前に亡くなったんですよその連絡が来たけどもこのまま仕事に出て何も変わらないように、まあ、皆さんにね芸を見せているんですといや本当にこれがプロの魂ですよってううね切々と語り出してさすがにそんなこと言われたらね渡辺さんはもうこらえきれずにもう泣き始めたというね。 まあそういったところがあって、まあ YouTube で探してもこのシーンってはないんですけども、私はまあ鮮明に覚えていてね。うん、やっぱこう、プロってそういう時もあるよね。うん、まあさすがに、仕事を金繰り捨てて、そして、うん、まあやった、身内のね、規則に駆けつける。それも一つの価値観なんだけども、だけども、うん、そうしないこともあるかなと。まあどっちもね、なんかこう、 プロだなというところですよね。うん、これはね、さすがにそういう時は家族のもとに行ってあげてよっていうので、つくファンもいると思いますしね。うん、なんか複雑ですね、そこはね。うん、だからこの自分の身内すら置き去りにすることがビジネスなのかって言ったら、うん、まあそれはその仕事それぞれに置けるのかなと思いますけどね。 やっぱさすがにね、私も熟成さんがね、あの身内が死んでやる気がありませんって言ったらね、もう何言ってんだお前、ちゃんとやれよとかね、言えなかったこともありますからね。うん、それは、あの、ビジネスを後回しにしてでも、うん、言ってあげればいいのかなとも思いますね。まあ私に関しましては、なんかそうならないようにしておこうかなと思いますし、そうなったら、なった時にね、決めようかと思いますね。 今のうちに、まあ、強がることもないかなと思いますんでまあ普段からもう十分やれればいいのかなと思いますがまあねモチベーションというのがねどっちに行くのかっていうのは日々入れ替わるものかもしれませんね。はい、まあということで、えー、まあ商品ねやっぱこう。 数百円の商品を売ってるってことがいいですね。数百円の商品吉田さんが売って破産しました。金返せみたいなね。それ逆にやったら面白いですね。私もね、低価格の商品を売ってクレームが来たことあるんですよ。うん、だから、その倍ぐらいの金額をお返ししましたよね。もう、めんどくさいんでね。<laughs> めんどくさいって言ったらあれですけども、あの、ま、あの、その方はね、生活保護の方だったんだよ。生活保護の方で、なんか2000円ぐらいの商品をね、 買ったんですよしかもかなり値切って分割だとか言ってで2000円でもいいですよって,って2000円振り込んでもらったんですけどもそれからね延々とね2000円返してくださいってずっと来るんですよで、まあ、その人の生活背景とか見ると被害妄想になっちゃったりとかいろいろとあったんだなと思ってあのとりあえず速価塾入ったら稼げるよっていうことの証明のためにもあるんでちょっと4000円ほど振り込んで5000円だったから振り込んでねうんあの、まあ、これで あの十分ご満足ならどうぞとそっか塾に入って稼ぎましたねみたいなことで、ね、<laughs> そんなこともあったかなと思いますね、まあ、だからその人に対してどういうふうな対応するかっていうのは、まあ、ある程度は決めておくところがありますけども、まあ、その時の気分でねベストとと思えることをやってて繰り返ししいくしかないかなぜ次になんかね対応するお客さんっていうのは今まで 何人何百人と対応してきたお客さんと違う人格ですからね、うん、今までこうだったからこれからもこうだって決めにくいところなんですよねはいということで今日も行ってみましょうか、えー、5月2日4時48分でございますいってらっしゃい